鉄道模型。鉄道模型は、一定の縮尺、機関による、鉄道車用、線路の模型を言う。指先でつまめるようなサイズのものから、実物の数分の1で、乗用台車を牽引してまたがって乗れる程度のものまで、実物のように動作をする、列車模型と、その周りの情景を含め一般的に、鉄道模型と呼ぶ。当初は、高価な趣味であったが、一般に普及するにつれて、 庶民の住宅事情を反映し、小サイズの模型がより普及する傾向にある。かつては、ブリキ製の玩具との境界は曖昧であったが、次第に決められた縮尺、期間によって、車両やレイアウトジオラマを制作して、コレクションしたり、線路上を走行させて、鉄道の情景を楽しむための企画が定められるようになった。遊戯施設などで実物の鉄道の位置。 三サイズで製作され、客車の内部に乗車できるもの、イギリス、ロムニーハイスディムチャーチ鉄道、日本、伊豆シュゼンジ・ニジの里や、鉄道車両の実物大試作モックアップなども模型ではあるが、一般的にはこれらを鉄道模型とは言わない。また、プラモデルや置物などのような走行させることができない、列車模型も、鉄道模型とは区別される。他の種類の模型と異なり、 鉄道模型では、車両と線路、機関が常にタイとなっている。縮尺によってサイズは様々であるが、ある程度の数の縮尺に集約されている。これは、縮尺に規格を定めることで、既製品を利用できるようにするためである。イングランドにおいて19世紀初頭から生産されていた。当初はそれらは、実物の宣伝用として制作されていた。 1862年、ロンドンのメイヤーズがカタログに蒸気機関車を掲載した。1898年、バセットロークが創業し、ドイツのビングなどを下請けにして、スケールモデルを供給し始めた。バセットロークは1921年にオーゲージを発売した。1835年、アドラー号とアエン製の人形と客車が販売された。1840年、 最初のドイツ製の板金による鉄道模型の生産の記録が残っている。1886年、ビングが最初の製品を発売した。1887年、シャーナーが縮尺薬1-22期間 65mm と縮尺薬1-12期間 115mm の蒸気機関車と客車と線路を発売した。1891年、 メルクリンがライプチヒメッセに最初の鉄道模型を出品した。メルクリンは最初に0番、1番、2番、3番という名称の鉄道模型を生産した。1901年に雑誌上で初めて鉄道模型の標準化、企画化について議論され、1891年のメルクリンの企画を元にすることになった。1922年に ビングからレバン規格の半分のサイズのオーバン、オーゲージが発売され、ビングティシャイザン版ン、ビング卓上鉄道の名で展開された。当初は全米式だったが1924年には電気式になった。1935年春にトリックスから、秋にはメルクリンからオーゲージ製品が発売された。幕末に、帝政ロシアのプチャーチンが来航し、 蒸気で走る模型を披露したとの記録がある。また、ペリーが黒船で浦賀に来航した際に、幕府に蒸気機関車の模型を献上したとされる。開英六年、1853年佐賀藩の清蓮法であった田中久重が蒸気車の雛形、型、模型を作った。桂小五郎がナポレオン号、山口県立山口博物館像を持ち帰った記録もある。また、 カガノ王の弁吉が蒸気機関車の模型を作った記録がある。これらの機関車は2003年に国立科学博物館で開催された江戸大博覧会で展示された。このように日本では実物よりも先に模型の方が完成した。これにより蒸気機関に関する理解が深まった。その後鉄道省で教材として作られた。電気を動力とする。 鉄道模型は1890年の上野で東京電灯、スプレー具式電車が運転された第三、海外国環業博覧会において展示されたものと思われる。この模型は円形テーブルの上に敷かれた軌道を手回しのダイナモで走らせるものであった。後この模型は日本のライブスチームのパイオニアである田口武次郎の父田口幸吉が入手したという小模型は 東京市に寄贈された。明治後半には、上野の菊屋や銀座の伊藤屋に、白来の模型機関車が並べられるようになり、ドイツやアメリカから2番、1番、大ゲージ等の鉄道模型が輸入され、愛好者層を中心に徐々に普及した。関東や関西の百貨店は、鉄道模型に力を入れるようになり、三越で販売した国産の鉄道模型セットに、入っていた、トランス、 製造積電機製作所には三越のロゴマをつけていた。戦前のメーカーは朝日や大阪府関電機製作所、西大戸基地模型工場、千代田景気工作所など、そして現在も営業している可愛いモデルである。しかし当時の模型は贅沢品であり、富裕層の指定の高価なおもちゃであった。なお関電機製作所ではアメリカやイギリスに輸出していた。 1924年創刊された子供の科学に本間よ人が電気機関車の作り方、庭園鉄道のレイアウトなど模型制作記事を連載した。続いて山北東一郎が電気機関車や電気関係の制作記事を連載した。そして子供の科学代理部、後の科学教材者により、モーター、車輪、レール、トランス等鉄道模型の部品の販売を開始し、 さらに子供の科学展覧会を開催して、鉄道模型の発展に貢献した。本巻清人は子供の科学誌で 50mm ゲージを提唱。これが日本における鉄道模型の標準機関の先駆けとなった。この時代の縮尺であるが、発売された製品は、足回りやパンタグラフは約1、0、連結器は1、20位で、車体は各人の好みで1。 21から1、30位と統一されていなかった。科学画法で模範的電気機関車の作り方を執筆した、郊在県は1、30.35mm ゲージを採用。1927年日本橋三越で開催された、子供の科学主催第1回模型の国展覧会で、この企画の電気機関車が最優等賞を獲得し、注目を浴び、 1929年に創刊された鉄道雑誌はこのゲージを推進した。メーカーも追随して製品を発売するようになり、35mm ゲージは戦前の日本の鉄道模型模型企画の主流となった。水戸以外35をもじったという模型クラブが作られ、会場を借りてしばしば高運転を行い、その様子がニュース映画に取り上げられていた。一方、 大ゲージ由来の 32mm ゲージを縮尺1、40から1、42で製作して楽しむ愛好者もいて、千代田景気工作所からは完成品も発売されていた。1938年、模型鉄道市場で、湯山一郎が模型鉄道の標準期間を発表した。この記事は、日本独自の道を行く 35mm ゲージと比べ、 期間 32mm のオーゲージにすれば、アメリカ型も、イギリス型も、日本型、縮尺は調整するが、同じ線路上に走らせることができるとして、オーゲージの利点を解き、日本型の縮尺については1、45を推奨した。しかし 35mm ゲージ用語派からの反発は、両者の争いを見それは終戦まで続いた。また、科学と模型に、16番ゲージ、 日本標準規格についてを発表した山崎企業も国族非国民と攻撃を受けていた。第二次世界大戦が終わると模型店には鉄道模型好きのアメリカ人商工たちがやってきて手の込んだ高価な模型を注文し模型店は活況を停するようになる。やがて大ゲージ、ーゲージを輸出するようになり外貨獲得に努めた。天章道。 カツミ模型店は、アメリカ向け高級真鍮製品を手掛け高い評価を得ていた。また、トビー模型店の欧州向け製品は当時欧州で、大量生産されていたプラ製品に比べディテールや、走行性能、美しい塗装など定評があった。他にも、富士山、ユナイテッドイコール合同、ド熊田貿易、オディオン等の外国型専門のメーカーがあった。 1960年代になると16番ゲージが愛好者層を中心として普及していったが、日本型車両の製品はメーカーが輸出品中心もあり、例えば天章堂は1968年、自転蒸気機,機関車は9600型のみ電気。機関車は1966年時点 EB10 系、ED42 系、EF15 系、EF30 系。 EF62 型という状況であった。また、製品の優劣が激しく雑誌の製品紹介で悪口を書かないのに苦労したという出来であった。時代は、下り合わせの関係で輸出が困難になる時代が来ると、国内市場にシフトするようになり、日本型も質量とも充実してくるようになる。1980年代以降、N ゲージの普及により愛好者層が拡大し、現在に至る。 また、実物の軽便鉄道や産業用軌道を再現するナローゲージモデルを楽しむ愛好者もいる。1945年にアメリカの HP プロダクツから縮尺1、120、期間 12mm の鉄道模型 TT ゲージが発売された。後にイギリスや西ドイツでも展開された。1960年の初頭に、 イギリスのと西ドイツのアーノルトから期間 9mm の鉄道模型が相次いで発売され、後に N ゲージとして発展することになる。1972年、西ドイツのメルクリンから縮尺1、220、期間 6.5mm の Z ゲージが登場した。当時はこれ以上小さい模型はないという意味から Z と、 名付けられたが、2008年に、日本の栄振道からさらに小さな縮尺1、450、リメ 3mm の T ゲージが発売された。量産品ではなく、個人の制作した内部に動力を備えて自走する。車両では、オーストラリアの愛好家が縮尺1、480で製作した記録がある。鉄道模型には縮尺、スケールや機関ゲージ、電動式のものは、 電流、電圧など様々な規格が存在し、それら規格に基づいて製品化されている。また、自作する場合はそれら規格に適合するように製作されることが多い。鉄道模型の規格は、機関と縮尺の組み合わせにより決定される。鉄道模型の規格は、メーカーや鉄道模型の愛好者団体、ムラやマラアップなどにより決められているので国、地域、 メーカーなどにより違いが見られ、共通性があるが完全に同一ではない。各地域の規格は、機関はメートル法とヤードポンド法での相違以外、概ね同一であるが、名称や縮尺は互いに異なっている場合もある。本校においては日本で勧用されている名称、機関、縮尺を主に用いる。企画の名称は、日本やイギリスでは、ゲージ、アメリカ、ムラ企画などでは、 スケールと呼ばれるいる。各規格は原則として実物の標準機 1435mm を縮小したものであるスタンダードゲージモデル。それ以外にも標準機より狭い狭気機関を再現したナローゲージや高気機関を再現したブロードゲージも存在する。ここでは規格故障、標準となる縮尺、スケール、機関、ゲージ、要例を記す。 スケールは物差し、縮尺のことであり、サイズは寸法である。日本ではメートル法が採用されているので、分数表示が主流であるが、ヤードポンド法を採用しているアメリカでは、1フィート304.8ミ、mm、リメートルを何インチにするかという表示法が用いられる。イギリスでは、ヤードポンド法とメートル法と組み合わせた1フィートを何ミリメートルとするかという表示法、 ミリメートルスケールが用いられる。イギリスの鉄道模型の縮尺はミリメートルスケールに基づくものが多い。当初は鉄道線路を構成する2本のレールの中心間距離で表されていたが、現在ではレールの頭部の内側の距離を表す。実物を縮小するとゲージは好きなように決められるが、実際にはある程度の数の期間に集約される。原則として、 実物の標準機 1435mm を基準として縮小されたものが模型の標準規格である。日本や南アフリカなどでは実物は狂気であるものの市販されている模型は標準機仕様とする場合がいい。フィンランドやアイルランドなどでは実物は後気であるものの市販されている模型は標準機仕様とする場合が多い。鉄道模型の一分野で スケールモデルに対する用語である。初期の鉄道模型はこのタイプの製品が多く、アメリカで特に盛んである。もともとは高級な模型であったが、クリスマスプレゼント用の大量消費時代が到来した1936年頃、ライオネルが発展可能なシステムを提示してから一挙にアメリカの標準模型として大衆化され、文字通りティンプレートでブリキ製の鉄道模型を指す言葉であり、 ハイレール、ハーイレールという言葉と同義である。背の高い中空レールを用いる、玩具的鉄道模型であって、ハイフランジ車両が走るように作られており、中央参戦式の終電方式が主流である。燃焼者のみならず大人の趣味としても認知され、大規模な交換会、スワップミートが数日にわたって開かれ。大ゲージの場合、おおむね縮尺1、64から1。 48であるが、一定しない。小さく作れば、大型機でも小半径を走らせることができるため、縮尺1、58としている製品もある。ティンプレートは、O ゲージが多いが、アメリカンフライヤーでは、S ゲージもある。これは、当初より2000式を採用していた。ヨーロッパや日本でも同様な製品について、トイトレイニア、ティンプレートと呼ばれることがある。日本では、 大ゲージや16番ゲージの短縮型、小 T 製品が該当するものとされている。メルクリンやライオネルに代表される方式で、中央三線式を採用しているが、交流方式であることは、必ずしも三線式であることを意味するわけではなく、少数ながら、交流二線式や直流三線式、工術の鉄道模型も存在する。1930年代には、 効率の良い整流器や強力な永久磁石が民生用にはなかったので直巻電動機と電磁石による方向転換装置、逆機との組み合わせが採用された。絶縁車輪を用いなくても良いので今でも根強い人気がある。電子工学の進歩に伴い多重制御方式、工術を好むユーザーが増えてきたため、交流とはいえども制限波ではない交流駆動の模型が増えている。 直流オイルには蓄電池あるいは小型の整流機を必要とした。自動車産業の発達したアメリカ合衆国ではセレン整流機が民生用として市販され始めたので、これを流用して直流 12V という規格が成立した。通常は左右のレールのみから終電する直流2000式が用いられるが、少数ながら直流3000式の鉄道模型も存在する。トリックスでは、 直流2000式のトリックスインターナショナルに対して直流三線式のトリックスエクスプレスが存在する直流2000式では主に車両から見て右側にあるレールにプラスの電気が流れている時に前進する製品が多い直流方式の利点は機械的な逆転装置なくして自由に前進交代を選べることであった交流方式の直巻電動機の境地を 車載整流機で一定方向次回とすれば、これをポーラーイズドという手元のスイッチ一つで進行方向を切り替えることができた。第二次世界大戦後は永久磁石の境地となり、これは分巻電動機の一種であって、模型車両の駆動用を電動機として最も適しているは言えないが、広く用いられるようになった。現在の最も進んだ駆動方式では、 電子制御で、モーターの回転数を実物を模した、加減速曲線で駆動し、ピンフ、逆起電力を測定して、回転数を一定に保つ方式をとっている。また、永久磁石に吸着されない、無鉄新型モーター、コアレスモーターを採用し、逆駆動する、ウォームギアとの組み合わせで押して動く、フリー、ローリングメカニズム動力車が、実用化されていい。 12V という電圧は先日のように自動車産業から派生したものであったが線路が長くなると電気抵抗が無視できなくなり電流値を減らして電圧効果を小さくすることができる高電圧化の論議が980年代に始まった 24V 化という動きもあったが効率の良いモーターの採用とともにその声は聞こえなくなった O ゲージ、G ゲージではレイアウトの規模が大きいので 1 2ト車でも場合により16から 18V を採用することもある。同一の線路上の複数の車両を個別に制御する方式の総称。車両の運転のみならず、警笛、全消灯、微灯の点滅などもこの概念に含まれる。1960年代頃からは直流に交流を混ぜて流し、周波数によって識別する方式として、 ゼネラルエレクトリックのアストラック、オートマサイモルテイニアストレーンコントロールズ、アストラックや交流と直流を同時に流す方式などがあったが、アナログ方式では、せいぜい数台が限度であった。参戦式の線路を使用したメルクリンのデルタシステムもあった。デジタル式では、ホーン B の0-1やメルクリンのメルクリンデジタル等があった。他に、 CTC-16 というデジタル式もあった。いずれも専用のデコーダーを搭載するもので、一部を除き従来の車両と同じ線路上を走らせることはできなかった。2000年代以降はデジタルコマンドコントロール、DCC が世界的な標準になり、欧米ではあらかじめ DCC の搭載を想定したコネクタを装備した車両が普及している。DCC では 理論上、アドレス帳が10ビットの場合、同時に1024台に指令を出すことができる。鉄道模型が登場した頃は、手で押すものであった。時代の進歩とともに、全イ駆動や蒸気による自力走行をできるものになり、最終的に電気による外部からのコントロールが可能になった。それは、乗ってコントロールする必要があったり、あるいは動き始めたら、 放置せねばならない蒸気駆動より室内で楽しめるより小さな電動模型への進化であった。もちろん蒸気駆動はライブスチームとして特化した進化を遂げたが電動模型はより小さなサイズへと向かった。初期の鉄道模型では全イ式の動力のものが存在した。それらはスプリングモーターと称された。現在でも一部のブリッキ製鉄道玩具に使用される 当初は簡易なボイラーと単独ビフリーエンジンを組み合わせた、動き出したら水、または燃料がなくなるまで走り続けるものが多かった。そのうちに実物と全く同等な作りで、人間を乗せた車両を引いて走る模型が主流となった。これは給水、焚き火、運転が実物通りでタービン発電機やインジェクタまで装備するものが現れた。また、アメリカで実用化された、 関節式機関車を実物通りのボールジョイントの旧排気管で結ぶ模型も出現している。また、蒸気タービンで発電して電動モーターで走る模型も試作されている。手軽に運転できる電動式模型の普及により一時期廃れていたが、1970年代半ば頃から一部の熱心な愛好者と彼らに支えられた。 新たなメーカーの参入により以前に比べよりハードルが低くなってきいる。また、近年、各地で愛好者が集う運転会が開かれ、徐々に愛好者は増えつつある。また、メルクリンなどの既存のメーカーも新製品を出しつつある。電子工学の進歩により、小型模型をラジオコントロールすることが可能になり、一番ゲージでは多くの人たちが楽しむようになった。2000年代に入ると、 イギリスのホーンビーから、オーゲージの電熱蒸気機関車が発売され、外部から汽笛水明までコントロールできる完成品も発売された。これらは、ライブスチームと呼ばれる、庭園鉄道の一分野として楽しまれている。電動模型は、家庭への配電と同時に始まった。当時の電池は、高価な割に性能が低かったからである。 交流による家庭への配電が開始される前に一部の地域では直流で配電されていた。当初採用されていた蒸気あるいは全枚式の二0式軌道に終電用の第三機上を付け加えることにより電動化が実現された。二0式を採用するには車輪と車軸を絶縁しなければならないので、それまでに売った車両の改造をしなければならなかったが、実物に習い中央の 第三機場から終電すれば、それまでの製品との不整合がなくなる。日本では実物に中央三線式の鉄道が存在しなかったため、このタイプの終電方式は玩具的であると嫌われたが、逆に欧米では本物と同じであるとして受け入れられてきた。当初は直巻電動機を自作し変圧機または抵抗機で制御していた。抵抗機には食塩水を用いたものもあった。 小型の電動機が模型用として発売されるようになると、それを収める動力車の大きさが決まってしまう。すなわち、模型のサイズの小型化は、モーターサイズの小型化の歴史でもあった。開示コイルを軸の延長状に移したり、両軸モーターを作り、車軸や台車間に収めたり、この時期の工夫は目覚ましい。堺自我電磁石の直巻電動機は、 交流でも直流でも回転し、実物同様、機関車、電車の駆動には適する特性を持っていた。起動時に電流の事情に比例して起動トルクが発生し、回転が上がると同時に電流が減少する。速度に応じて徐々に電圧を上げれば、実感的な運転ができるわけである。しかし、進行方向の逆転には境地の曲線を反転させねばならなかった。ライオネル。 メルクリンらは電流を瞬間的に遮断することにより作動する逆転リレーなどを開発し市販した。しかし運気機を通過する際に誤動作することがあり、モーターの回転による遠心力を用いた誤動作防止装置が一部の愛好者によって開発された。1930年代になると直流駆動への試みが始まった。一部の地域では直流で配電されていたが、 大部分の地域では交流による配電だった。アメリカ合衆国ではモータリゼーションにより自動車用の小型の整流器が民生用として発売されたのを受け、堺地電流をセレン整流器で整流して走行電流の極性を反転して逆行させる工夫がなさた。また電圧は自動車用の 12V を標準電圧として採用した。 1940年代になると永久磁石を境地にしたマグネットモーターが市販されるようになった。これは小型軽量で消費電力も少なかったが分巻特性を持ち与えられた電圧と回転数が性比例するものであった。すると抵抗による電流制御よりも電子部品による電圧制御によるコントロールが望ましくなる。これは トランジスタコントローラの発達を促し、レオスタットを駆逐した。マグネットモーターは、停止時に、境地が電気子を吸着して動きにくくする、コッキング、英語では、ディズイングというが避けられず、機関車は手で押して動かすことは、不可能であった。マグネットモーターの軸を手で回すと、あたかもサイコロを転がすごとく、特定の位置で引っかかりを感じるが、直巻電動機を採用していた。 ダイオメル、メルクリンの機関車は、レールに手で押し付けて押せば、モーターが回転する。また、最近では、コッキングがなく、スムーズな走行でより大きなトルクが出せる、コアレスモーターやコッキングは、あが、より大きなトルクが出せる、ブラシレスモーターも普及しつつある。モーターから車輪までの動力伝達には、ウォームギアが多用される。スパーギア、 ベベルギアの使用は少ないが、一部高級機種では、ウォームギアの一種である、コースティングギアの使用も認められる。それは、全車では一段、少ない部品でで、大きなギア比を実現でき、また、モーター軸と駆動軸が直行することが、小スペース化とモーターの配置上で大変便利だからで、ある。しかし、制動装置のない鉄道模型で使用される、ウォームギアは安全性の観点から、 逆駆動できないものが多いため特殊なクラッチを用いて歯車の自動切り離しをする手法も現れた。しかしこの手法は一過性のもので製品に反映される性格のものではなかった。一方、コースティングギアを使用した機種では逆駆動の問題は解決している。マグネットモーターの一種のコアレスモーターは鉄心を持たないムービングコイル型モーターでそれを スパーギアで減速すると押して動く動力車ができる。しかし限られた空間に収められるギアはギア比が1、4程度のものであり、あまりにも牽引力が小さく、最高速が大きすぎるものであった。1984年にコースティングギアが開発され、高効率と静粛性を併せ持つ動力車の実現が可能になった。これらの電動模型は同一線路上では、 全ての動力者が同一の動きをするが、それでは不満足な愛好者は多重制御方式へと向かい、それはデジタルコマンドコントロールとして実現された。一部の愛好者やメーカーによって内燃機関を搭載した鉄道模型が製造されている。生産数は少ないが熱心な愛好者の手によって伝承されている。内燃機関にはガソリンエンジニア、 グローエンジンを使用し、実物のガスエレクトリック方式のように発電機を駆動して電気モーターで推進するものや減速機を介して動輪を駆動するものが存在する。また、レシプロ機関だけでなく、ガスタービンを動力としたものも一部の愛好者の手で作られている。1940年代より電気式蓄音機の出力をレールにつなぎ、 車両に搭載したスピーカーから音を出す構造のものが存在した。その後改良され、1970年代には蒸気機関車のロットの動きに同期して、ブラと音を出す PFM サウンドが出現した。また、外部の音源からの音声信号を無線で飛ばし、車載の受信機で受信して、スピーカーから再生するものもあった。1990年代には、 デジタル式の音源を備えたものが普及している。2000年代以降、サウンド機能のある DCC デコーダー以外にも、カンタムサウンドや MRC シンクロサウンドボックスのように従来のアログコントローラーを使用し、車載のデジタル音源から車両の電圧変化に応じて音を出すものがある。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。